こんにちは、リフォームの達人プロデューサー山さんです。今日はこのテーマで、対面以外は補助金は対象外？いつものようにこんな質問が私の LINE 公式にやってきました。山さん、こんにちは。前回の動画、キッチンが安くなる補助金の情報、子ども未来住宅支援事業、分かりやすかったです。しかし今回の我が家のキッチンリフォームは対面ではないので対象外でしょうか？食洗機はつきますが、これも工務店からのイベントで無料、水洗は節油？そんな説明はなく、対象なのか分かりません。そもそも今打ち合わせをしている工務店が事業者登録済んでいるかもわからないんです。何をどうして確認したらよいでしょうか？教えてください。子ども未来住宅支援事業って名前からして子育て世代と思って、関係がないと思っていました。ありがとうございます。山さん、教えて。本日の質問、子ども未来補助金、対面以外で大丈夫でしょうか？このテーマでスタートです。もう早速なんですけれど、答え言っちゃいますね。答えは、対面以外も対象 OK です。ご安心ください。ただですね、ちょっとこの後、対面以外の場合、それだけでは十分じゃない、そんな情報もありますので、ぜひこちらの方も本日解説していきますね。前回の動画、こちらご覧いただけましたでしょうか？山さんスペース子ども未来なんかで検索していただきますと YouTube 出てきますが、こちらのサムネ、キッチンお風呂安くしたい、これもらって、こちらの方のサムネぜひチェックしてみてください。概要欄にも貼っておきますので、まだの方まずはそちらを見てからこの動画見てはいかがでしょうか。ではまずおさらいという意味でいきましょうか。省エネ補助金、まあこれって私もテレビこれで買いましたけど、家電エコポイント、あなたはご存知ですよね。でその住宅版がこのグリーン住宅ポイントという、昨年もやっていたこの内容になってくるんですが、子ども未来住宅支援事業ってそれは聞いたことない。いえいえ、これはもともとあったこちら、このグリーン住宅ポイントが新しく生まれ変わって、新しくもっと範囲が広くなったんです。そうなんです。この、まあ、背景っていうのが、岸田政権昨年発足しましたよね。この時の、まあ、岸田政権の主なテーマ、カーボンニュートラル、脱炭素、そして子育て支援、成長と分配、こちらをですね、好循環で回す、そういった岸田政権のこのテーマ、補正予算が昨年の11月26日に閣議決定したんです。こちら542億円。これだけの規模の子ども未来住宅支援事業がこちらの今回の補助金になっています。ちょっと復習にはなりますが、2002年、こちら、前回お届けしたのが省エネ改修推進ですよ。まあもちろんエコですからね。そしてそれが前提で、リフォームとしては全世帯対象、新築は100万円、リフォームは最大60万円が予算で補助されるということですね。事前登録された会社に還付されて、登録されたメーカーの対象商品が必要ということになります。で今日行きましょう。本日の質問2つあったんですね。食洗機プレゼント、これ使えるの。二つ目、節油推薦とは。まあこれですね、まずちょっとこの食洗機プレゼント、どんな方法でプレゼントなのかにも寄ってくるのかなと思うんですね。いずれにしてもこれ補助金出るということは、出荷明細とか、あと写真とか撮らないといけないんですけど、それ在庫品だった場合、何かどっかにあったやつだった場合、それちゃんと残ってるのかなとか、対象のものかどうかですね。でもちろんこれ新しく手配して値引きで処理すると、まあある意味のこれ、食洗機プレゼントするんで、キッチンやりませんかみたいな、そういった、まあ、イベントであれば、必ず出荷してます。出荷明細もあるんで、これも問題ないかと思います。いずれにしても、ぜひ、リフォーム会社にまずは確認が必要になりますね。で、節油推薦って何ですか？これ二つ目なんですけれども、いわゆるですね、従来の水洗、一番左側、水とお湯、まあ真ん中だと混合になっていて、本当はお湯出すつもりじゃないのにお湯の給湯回っていたりするわけですよ。で、これだと無駄にガスが必要になっているということで、今はカチッとタイプということで、この右、左、それぞれカチッと、ここで入り切りがして初めてお湯が出る。まあガスが燃焼するっていう形。これが節油推薦という形、エコなんですね。
ですがですが、もうこれよりその前に質問者の方ありましたよね、ポイント。これがもう答えです。事業者登録、まず確認してください。これがないと NG ということになります。事業者登録、そうなんです。私いろいろ聞くとですね、実は事業者登録まだされてないとこあるんだな。これ比較的難しくないんですよ。というのは、この登録サイトありまして、1月の11日以降に、この、登録者はアカウントで発行できるんですね。もう何かお役所に行くという必要ないんです。ウェブでできちゃうんです。必要なものは印鑑証明、法人登記の、添付、こういったものが、まあ、スキャンして、そのまま送るという形になるんですけれども、こういった登録サイトを登録してるかどうかなんです。ただ、ポイントはここなんですよ。ご注意ください。何かということなんです。拡大しますね。登録、申請以降に着工してください。つまり、事業者登録の前に着工してたら、これも NG という形になりますから、これが、補助金の対象という形になります。あなたの打ち合わせの小事業者にぜひ確認してくださいね。で、ポイントの二つ目、期限がやっぱりあるわけです。今、まあ、リフォームまだ考えないでいいかな、もうちょっと考えてかな、という思ってるあなた、10月31日期限ですよ。ここもとっても重要なポイントになっています。ですが、もっと言うと、予算542億円、なくなり次第、終了という形になります。で、かなり今回使いやすいので、やはり10月31日まででいいよっていうふうに考えてるとそれも危険かもしれませんね。前回クリーンアップでお届けしましたこちらステディアだと11万円実質リーズナブルにできますよ。補助金対象になりますからね。で、内容的にはこちら、まあ、前回やったんでさっとだけ確認しますと、まずは区分 A の赤いところは必ずやってください。例えば外窓で行くのか、お風呂の、高断熱浴槽、魔法浴槽で選ぶのか、節水水槽、このうち一つ入ってたらいいんですよ。で、そのプラスこの黄色と青色、これが対象ですから、例えばまあ魔法瓶浴槽ついてて、そして手すりの、設置、お風呂につけて段差解消になって、そして、例えばレンジフード、食洗機、こういったものをどんどん加算していくっていう子育てに便利なこういった機器を追加していく感じですね。で、今回は前回がクリーンアップだったんで、タカラでちょっと検証してみたいと思います。タカラのお風呂、キッチン、それから対面キッチン、トイレ、洗面どうなるんでしょうか。いきますね。まずはこちら宝がまとめてくれている住宅支援事業、まず新築子育てっていう、まあ、世帯はどこだっていう形になるんですけど、18歳未満のお子さんがいる家庭、さらにこちら若者夫婦世帯、これは夫婦いずれかが39歳以下という形になりますね。で、まずこれが、区分分けになるんですが、リフォームの場合は制限がありません。ですから全世代対象になってくるんですね。ですが子供未来住宅って言ってるから、うち子供いないのっていうふうに思ってたあなた、全然 OK でびっくりされたんですね。で、名前もちょっと分かりにくかったんですが、これがやはり分配して経済も一緒に回すという岸田政権の、まあ、テーマということになっています。4つ目、子育て若者夫婦は上限が45万円。まあ私の動画見てる方、おそらくですね、人生最後のリフォームって LINE 来るから、どちらかというとここだと思うんですよ。リフォーム、年齢関係なしです。そしてさらに上限は30万円ぜひゲットできると嬉しいですよね。まずお風呂から見ていきましょう。お風呂の場合、例えば外窓の交換、小だったら1万4000円。手すりをつけて5000円。高断熱浴槽つけて2万4000円。さらに、浴室暖房乾燥機2万円。節油水洗で5000円。廊下幅の拡張。まあ、これが、いわゆる、前回の動画でもやりましたけど、引き戸にすればいいわけですよ。開口大きくなりますけどね。で、さらに、段差解消6000円。こちらで、まあ、キュートリーも買えちゃいますね。2万4000円。最大。全部これだったら12万6000円。すごいですよね。というようなポイント。さらに今までの、まあ、ポイントでやってたものと違ってですね、キッチンも今回は使いやすいんです。こちら、キッチンは例えば、節油水洗で5000円、食洗機で1万9000円、このオート調理対応コンロで1万3000円、掃除しやすいレンジフードで1万円、最大4万7000円。あれ？そうなんです。前回の動画でもご説明しましたが、5万ポイント、いわゆる5万円以上ないとダメなので、キッチンのこれだけではダメなんです。じゃあ、どうしたらいいの？洗面とかトイレも必要なのかもしれませんね。では、実際にそれ、キッチンだったら
対面キッチンだったらどうなのという形になります。今回の質問者の方、キッチンで私違うんですがという面で言うと、対面キッチンは全部いけるんですが、キッチンの今のような場合は後にやります。洗面とかトイレ必要になってきますね。まずこちら、対面の場合は同じく、まず一番最初の大きなここなんですよ。キッチンセットを壁付けから対面であったり、独立キッチン、部屋の中にあるキッチンを壁壊して対面タイプに変える、位置を変える。これだけでもう8万6000円出るんです。そうなんです。さらに、節油水栓、ビルトイン、食洗機、1万9000円。ただし、こちらの方に必要なことがあります。キッチンセットの対面化、これですね、を申請する場合は、掃除しやすいレンジフードであったり、ビルトインのオートコンロ、これ、自動調理コンロ、さっきは OK でしたよね。これは対象の補助とはなりません。ここ大きなポイントです。でもそれでもですね、11万円。これ大きいですよね。さらに洗面行きましょう。洗面だから、もし変えれるんだったら、洗面の水栓だけ変えて、節油水栓になると一番いいんですけどね。洗面化粧台、交換できたら、その節油水栓も一緒についてる。だったら、まあ一緒に今回洗面化粧台もやろうということで5000円。最大5000円という形で足していけば、キッチンの方でも足りるということ。もしくはトイレでもいいんですよ。トイレであれば、節水トイレ、掃除しやすいトイレ、これで1万9000円が対象という形になっています。まあ、この辺はうまく一緒に工事、この機会やってみてはいかがでしょうか。ポイントまとめてあります。申請手続き、登録事業者が必ず申請をします。消費者は事業者から補助金を還元。まあだから事業者に一回お金が入られて、それを還元されるっていう形になりますね。そしてさっきもやりました。5万円以上、ここなんですよ。なのでキッチン単品の場合は4万7000円でしたから、これも、他のところが必要という形になります。4つ目、期間はこちら。10月31日までなんですが、予算がなくなり次第終了となっています。その他、窓の入れ替え、空気清浄機能、換気機能付き、エアコンの設置、外壁、屋根、天井または断熱回収等も対象項目がありますので、合わせてこちらリフォーム業者の方に確認してみてください。ということで、今回の資料はですね、リフォームペガサスクラブ会員企業の、京都市リフォーム老舗、刑事リフォームヒロ、亀田社長よりご提供いただきました。ありがとうございます。本日のまとめいきたいと思います。一つ、対面以外のキッチンは、いわゆる普通の今のキッチンのまんまは、プラスアルファ必要でしたよね。洗面とかトイレの方でそちらの方、ポイント加算するのも OK です。二つ目、節油水栓、エコ水栓ですからね。水とお湯、こちらの方。でも今のキッチン、洗面、それからお風呂、もう基本的にエコ水栓なんで、ここあんま心配しないでいいですよ。なので質問者の方、私のそうなの？まず間違いなくそうだと思います。三つ目、事業者登録された会社。これが鍵になってきますね。必ず、まずはここなんですよ。何か他のこと気になるより、事業者登録されてますか？もっと言うとですけれどもね、今のこのタイミングでこの話をされてない、積極的に。ってことは、ちょっとおかしいかなっていうふうに思われた方がいいかもしれません。そして、こちらの方、着工前に登録されていることですから、実際に、まあ、打ち合わせしててもいいんですが、着工その前にしといてもらわないといけないということになりますよね。5つ目、こちら10月31日、予算がなくなり次第、こちら終了ですので、今この情報を聞いたあなた大丈夫だと思います。ぜひこちらの方を活用して、素敵なキッチンリフォーム、お風呂、トイレ、洗面、実現してみてください。こんな感じでした。本日も最後までご視聴いただきまして、誠にありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。